内井い正造は東京都出身の日本の建築家、博士。戦後の日本建築士を代表する建築家の一人である。1933年東京市神楽に生まれる。祖父の河村伊蔵と父の内井進は建築家であり、進はカンナリハリストス聖教会と小田原ハリストス聖教会の両聖堂及びニコライ堂のイコノスタスの設計に関わった。 幼少期から教会で過ごすことが多く、ロシア製教会の持つ空間と祈りと方の関係が、幼少期にすでに強く印象づけられていたように思うと、述べ、こうした経験は、モダニズム前世紀の学生時代を経た後に手掛けた、日練習のーミや YMCA、野辺山高原センターなどにおける合理性のみの形態とは異なるアプローチ、さらには親しみやすさを胸とした、 公共建築への設計思想へとつながっていったと述べている。1956年に、早稲田大学第一理工学部建築学科卒業。1958年に、早稲田大学大学院修士課程修了。菊武清くん建築設計事務所入所。1967年に内井正造建築設計事務所を設立し、1993年まで、これを主催。 この間に、東京 IMCA デザイン研究所、東京大学工学部建築学科、早稲田大学理工学部建築学科で、それぞれ講師を務めた。1972年から1974年まで、日本建築家協会理事。1979年から1981年まで、同協会副会長。1981年、アメリカ建築家協会名誉会員。 1988年から1990年まで、新日本建築家協会副会長、広報委員長。1993年から1996年まで、京都大学工学部建築学教室教授。1996年から2002年まで、滋賀県立大学環境科学部教授。 1999年から2002年まで、同大学大学院環境科学研究科教授を歴任。2002年8月3日へ民。1992年京都大学博士論文の題は、住宅の集合形態に関する実践的研究。肖像自身はガウリールとの生命を持つ聖京都であり、著書、ロシアビザンチンウォーゴンの館を訪ねては、建築家と、 聖教徒と双方の視点で黄金の冠、キエフ・サンクトペテルブルクの聖教会制度を中心に、ロシア建築を綴ったものである。英民の直前には、ニコライドーのイコノスタスにイコンを兼納しており、埋葬式はニコライドーで行われた。サンパウロ・ビエンナーレ国際設計協議1位入賞、訓参当局実賞、日本建築学会賞、BCS 賞、レイノルズ賞、 毎日芸術賞、日本芸術院賞、京都市文化功労賞等、受賞多数。妻は文化学園大学名誉教授、内井信。長男は内井建築設計事務所長、内井理一郎。ありがとうございます。